らいか、少ないな。ポートタワーかなんかかな、さてじゃあ追い風だし気温も低くないので自走で帰るか。その前に、静か。電話したら電話中でした。なのでグローブとバンダナを電話。あ、勝彦です。こんばんは。で、今ね、フェリーで博多港に着いたので、これから走って。なんて？うん、18時55分着のフェリーやったけどぴったり着いて、で追い風やから走って帰ります。で着くのがね9時前ぐらい。ん？
ここから20キロぐらいやから、あの電車乗ってもまあ30分も変わらんくらい。あの国道3号避けながら帰るから。まだ食べてないっちゃけど、いいかね。8時半から9時の間ぐらいに着くと思います。じゃあまた後で。はい、よし。これ本当に音取れてるのかな。なんか小さい。まあ増幅すりゃいいか。ひどい音になるかもしれないけど。よっ、あ、よし。あとスイートで。博多港に到着。暖かいし追い風なので20時間まで20キロ実走します。豪雨なので放送はなし。あ、そうだ。全然大晦日って気温じゃないな。10度はないにしても8、9度ありそう。さて、ベイサイドモール的ななんかか。博多港は実は、ま、確か来たことないんですよね。なんかやってる。
汁売ってる、豚汁売ってる。でもさっき実家に帰って夕飯食うと連絡したので腹減らして帰ります。あれ、あれ出られん。ここ、あ、乗り入れてはいけませんじゃないか、これ。いかんいかん、いらんとこから入ったな。結局来たところから戻んなきゃいかん。まだ。あ、しまった。慌ててんな、ライトをつけ忘れてた。違う、こっちは入れないんだ。危ない危ない。いや、あっつ、いや、合ってるか。ん、怖いな。一般道の、一般道というか下道、高速の下じゃない道、道路。この道かな。
弱いけど追い風だ。サンパレスってあったな、そういや。なんとなく覚えてる文字列。福岡サンパレス。その時どういきゃいいんだろう。
杯。ここは左か。この匂い。どれ。箱崎は箱崎がどの位置なんだっけ。確かこの先じゃなかったっけ。関係が分からなくなってる。まず静か駅は通過してないよな。旧大キャンパスってここにあったっけ。移動したんだったっけ。
お、今飛行機通った。ちょっとカチカチ始めたな。これまでずっと鳴らずに住んでたのに。沖縄そば。さっきグーだ。ああ、まだ早いかな。全然混んでない。この状態の見たことなかったな。あ、梅貝餅がある。たたきぐーっと、これが今日の0時前後にはえらいことに。あと明日もか。まだ店始めてないとこ多いな。福岡空港が近いの。本当に近いと、あの低いところ飛行機が飛びます。雑な前の箱雑記具参道。なんか梅貝墓地のところおばちゃんたちも話してていいな。やっぱり内輪の様子を見ると得した気分になる。
ここから2、3回行ってんのに、あれ箱市どこだったっけ、分からなくなるなんて。あ、こいち。ん？まさか小熊屋ではまだ乗ってないよな。乗ってない。恥ずかしい、自分の妹の小熊屋洋菓子店っていうのの実店舗の前通っていこうとしたら場所が分かんねえ。全然違うとこ出てる。
これだ。このカーブからこう行ってもうちょい向こうでした。いいよなこれ。もしは分離式か。建物はここだっけ？違う。あれ？どこだったっけ？あ、ここだ。お、明かりがついてる。この2階とかで箱石っていう、説明難しいんだけど、箱石というイベントが何ヶ月かに1回開催されてたりします。どうしても車の中に入るな。ダメだな、車の中に入るな。
後で電話してみるかな。どれだっけ、こっちか。お、いる。もしもし、もしかして今店の中、影が見える、あなたの影が見える。そう、いや明かりついとったからまさかと思ったっちゃうけど、まだ働いてますか。あ、ちらっと見えた。うん、今日は暖かくて追い風やから、うん、そう、これ今録画中やから近づいたらいかんよ。録画中やから近づいたらいかんよ。そこからやったら見えんけど。うん、いや別にあのこれ動画記録してるだけやから放送してるわけじゃないっちゃけどね。うん、え、今日はん、あ、じゃあちょっと見させてもらおうかな。どうするかな。じゃあこれは、うん、まあこの後すぐ帰るっちゃけど、まあとりあえず見させてもらおうかな。じゃあよっと、よっと、というわけで小熊洋菓子店でした。ただ店の厨房とかあの辺りまでは多分映さない方がいいだろうから全部カットかな。その妹も映像にはすごく映りたがらないので、さてあとはゆっくり帰るか。段階寄せすべきなのかな。
そうだ。ツイートで。ノートはまだ。また。働きよった。道は初めて通るんだっけ。あ、でも実家の車で空港まで送り迎えとかしてもらってる時におそらく通ってるはず、この辺りは。ここ行ってしまう。抜けられるかな。
この上の道で行くしかないか。あれ、これ3号じゃ、3号だっけ、違うよな。あれ、ちょっとこれすいません、越えさせてもらいます。あ、えらい目にあったな。ちょっと間違えただけなのに。担ぐんだったらこの辺りに登ればよかったか。追い風だ。手袋が熱いぐらいになってきた。
あれ、この地図まだ両方3号で載ってる。こっちは国道9号3号線、向こうの方に新3号線があるんですけどね、バイパスみたいなやつが。道が微妙に違う。これ2段階も何もないよな。あれ、これ右じゃない。こういう車線怖いな。
柏前駅。で、この駅があったんだったっけ。あれ？で、すぐそこが JR の今柏駅でいいんだったかな。あれ、でもこの遮断機の音は似せてたっけ。あれ、混乱している。でもそこにアペックスって店があれば、記憶というか、あってる。あ、やっぱ JR だよね。アペックスのカバーもないのか。で、そこら辺の左前方あたりのブロックには中学時代だったかな、あれはよく行ったゲームセンターのサクセスっていうのがあって、まだ生き残っててびっくりした。手が熱いな。そうじゃなかった、こっちか、この通りか。ああ、もう全然分かってない。サクセスはこれです。やっぱりプライズゲームばっかりになってるな。テーブル筐体ゲームはもう最近は置いてないんですか。柏駅って名前でいいんだ、さっき今は JR の柏駅で、ついでに
GoPro のメディアの残りは2時間ある。さあここからはあんまり広くないけど車通りが多いんで注意しなきゃいけない。おお。別にこう写真撮らなくてもいいか。コマーティあれ何言ってんだ。こんばんはか。この辺確かカレー屋さんがあったんじゃなかったっけ。キレンジャー系のあれ違ったっけ。さて935
旧三大前か。旧三大前駅とか茶屋駅とか子供の頃になかった駅がやたら増えて順番がわからない、まあ、旧三大前まだ福岡にいる時にできたんですけどね。あとなんだっけ、新宮中央だっけ、新宮駅が復興大前駅になって、でそれとは別に北側の方に新宮中央駅が新設されて、駅前はなんかできたばっかりの新幹線駅前みたいです。道が整備されてるけどまだ店とかこれからできる感じでした。福岡駅の近くにはコネリさんっていうニコ生とかツイッターでやり取りがあった人がいるんですけど、今日はカレー食ってるんだったかな、今日はに限らずの人なんですけど、カレーの人なんですけど、さっきツイッターちらっと見たらお酒飲んでる風だったから、まあ、自転車 で今のこの私の今ここ見て出てくるってことはまずないですね。あとでツイッターでかすめましたって書いとくかな。あれ道そういやずっと広いな。
狭いところってもうなくなったんだったっけ。この辺り狭いな。
暖かいな今日は。これでもまだ少し汗ばんできた。この辺りもでっかい店ができて、こういうモールっぽいのが本当にたくさんできてる。新3号線沿いの方にもそういうのができてたし、渡船場、愛の島への船は島民の人じゃないと自転車乗せられないんで、自転車持ち込むことはできませんでした。今年あの私のおじさんと一緒に歩いて回ってきたんですけどね。
この広いところは何だろう。焦がし入り。これ映らんかな。
カズル団地かな、あれ。大根川かな。やった。大根川渡って向こうがカズル団地。9時の間につける。今のところ小金井入り口って書いてあったけど、こんなところから。ここが 西鉄駅の入り口だったよな。確か元西鉄小垣のとこだったはず、今の入り口は。あそこの正面に西鉄じゃない、 JR 小川駅です。帰ってきた。
ちょっと駅名とか全然見えないけど、GPS がハングしてた。まあいいや。あ。よし。実家の最寄り駅。駅に到着。よし。じゃあ5分くらい飛びます。お疲れ様。